トルの赤木さんです。私たちはライブ活動の他にも部門活動、エコ活動、それから群馬県の PR 活動も行っています。はい、そんな活動を経て私たちは群馬県の観光都市としても活動させていただいています。はい、今日はそういうわけで、はい、富岡製糸場と鶴産業遺産群世界遺産登録1周年記念ということで、はい、本当におめでとうございます。くるくるシルクというグループは世界遺産の鬼怒産業遺産群と富岡製糸場を、ね、はい、PR するユニットなんですけど、うん、先ほどね、ね、群馬のシルクはシルクカントリーをお伝えいただきました、はい、というわけでですね、私たち赤木団もともと曲あります、はい、今日の世界遺産の記念イベントもともと盛り上げていきたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速オリジナル曲を聴いてください。ミーハイラワWe'll be right back.
ていただきました。はい、はい、というわけで赤ずさんはですね、うん、はい、ここ去年ね、去年そうなんです、富岡製糸場と絹産業遺産部が登録された時にもね、ちょうど今そのこの時期ですね、ステージに立たせていただいたんですけれども、その時はね、すごい大雨でね、そうなんだよね、大変だったね。そうなんです、でも今年はね、たくさんのお客さんのね、このいい天気の中集まっていただいてね、はい、盛り上がってますね。盛り上がってます。あっちはね、物産市やってますよ。美味しそうなものがたくさんありますね。ねー、すごい、さっきからいい匂いがしてますね。皆さんもなんか食べました、はい、もういただいた人、食べてる人もいるね、食べてる方もいらっしゃいますね、はい、食べてます、はい、皆さんには、ね、楽しんでいただいて、はい、ということで赤城団はですね、先月新曲を出させていただきました。はい、そうですね、9月22日に11枚目のシングル、アイドルスタインという曲を出させていただきました。はい、赤城団もう活動始めて5年目なんですけど、はい、11枚目ということで、はい、はい、すごいね、今回の曲はですね、アイドルスタインという曲で、アイドルとアインシュタインをかけているんですね。私たちがアイドルのアインシュタインになって恋愛をね、こう物理学的に解明していこうっていう曲になってます。ちょっと難しい、ね、曲なんですけど、テンポも速くてね、スピーディーな曲なんで、皆さんもしよかったら乗りながら一緒に踊っていただければと思います。見ていただけると嬉しいです。はい、早速いきますかね。いきましょう。はい、それでは赤城団新曲でアイドルシュタイン。ゆうが焼きまんじゅうよりかわいい。Yeah.
ップニング曲聴いてください。パーフェクトブルー悲しみの方程式。愛の中で夢の中で苦しいほど愛してる。Thank you.
願いします。先ほど歌った新曲も歌わせてね、ぜひ気になりましたらぜひ遊びに来てください。それではね、以上朝日奈終了となりますが、はいはい、これからもですね、群馬県民の、ね、皆さんと一緒にね、富岡製糸場のキヌサンギソンギサンギス、富岡製糸場とキヌサンギョイサンギを、はい、私たちも一緒に盛り上げていきたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。それでは今日はありがとうございました。以上、群馬県のご当地アイドル赤木田でした。